天下五剣の一振り、大伝と三千代だ。あんた、俺を封印しなくていいのかあんた、俺を表に出していいのか俺は封印されて、蔵にいるべき剣だぞ。怪異も病も俺を恐れるが、誰も俺と触れ合えない。 どうせ俺はそんな刀だよどうせ俺の使い道は誰かが病に倒れた時だけそうじゃないのか結局いつも通りということか虫干しで外に出されたのか俺に他のやつを引き入らせるなんて物好きだな 与えられるのが拘束じゃないってのは珍しいな俺にこんなものを持たせてもどうせうまく扱えるかは保証しないぞ戦は好きじゃないが蔵に戻るわけにもいかないしな蔵に入れるものが増えたかさっきが渦巻いているな嫌な空気だ 俺は外のことに疎いんでな。報告頼めるか何かを切らなきゃ、外にいられないんでな。俺が怖いか切るそれで当たったかやはり、置物の俺では。俺がなんで封印されていたか、わからんようだな 何人いようが、まとめて切ってやるいくら活躍しても、どうせそのうち。ああ。どうせ置物だからな。鞘の中で朽ちていても、気にならないのだろう。しばらく、蔵に戻ることになるか。少し、席を外すぞ。これで負ければ。 蔵から出された意味がないんでな試し斬りかどうせ俺の出番はそれくらいかこれで鳥にはますます恐れられてしまうかおいあんた任務が終わったみたいだぞ蔵の外がどうなろうが 俺に関係あるのか。俺をこんなところに連れてきてどうするんだ店にとって邪魔じゃないのか新しいお仲間か俺と違って蔵に入れられることはないだろうがこんなもんだろうどうせ力は増しただが強くなってもどうせ 俺なんかに貸しを。どうせ食ったらすぐ出撃だろ。遠出の連中が帰ってきたぞ。遠征か。慣れているさ。病人のところに貸し出されたりとかな。こんな結果だったぞ。どうせ、馬が俺を恐れて、ろくなことにならないと思うがな。なるべく、 馬に近寄らずにことを済ませたぞああなるほど鳥を追い払うには俺は適任か畑を狙っていたスズメが俺を見るなり逃げていったよ蔵 <laughs> で腕が鈍ってなければいいんだがなカビ臭い剣技だったかすまんな天賀五軒が一振り オーデンミ光代だ名前ばかり立派だがそのせいでずっと蔵に封印されていたんだどうせ誰も俺の武器としての役割には期待していないんだろう分かってるよみんなそうだったからなあんたが就任してから1周年なのかよくやるもんだ 就任2周年か。なるほど。それで俺を恐れないのか。就任3周年を迎えたのか。俺を使うような度胸の主なら当然か。就任して4周年だな。そうか。厄除けに俺を呼んだのか。なるほど。これが5周年を迎えた。 庭の貫禄か。ああ戻ってきたのかやはり最後はしまい込まれて終わるのかと思案していた <noise> あ蔵あから出た末路がこれか。